の電球はあって電球つったかな、わかんない。よいしょ、こんにちは。あ、ひろくんさん、ハートありがとうございます。画質最高、よかった。サソリ座ってことはつい最近、そうです、11月4日誕生日でした。名古屋、名古屋えとかたん、簡単にと、おめでとう、ありがとうございます。皆さんは今日誕生日の人とかいる？ギンガムチェック、ギンガムチェック歌おうか。君はメロディー、メロディー、懐かしいハーモニー、ハーモニー。ギンガムチェック、横顔めちゃくちゃ綺麗ですね。本当に綺麗じゃないよ、ありがとうございます。こんにちは、星500個、500個、ありがとうございます、嬉しい。今日誕生日、あー、おめでとうございます。タッパのあきらさん、おめでとう、誕生日、良い一年を。ちょっと待ってね、聞いてるつい最近まで14歳、そうですよ、15歳になったばっかり。ちょっと外出してきます、いってらっしゃい。ブルジュハリファが立った時、あ、ブルジュハリファが立った小学生も、え、そう、今回も いますか。あ、それっぽい子いるなと思ったけど、何人いるんだろう。これからお仕事行ってきます、頑張ってください。キミリンさん頑張って。ちょっと待って、再生できないんだけどヒロくん、ハートありがとうございます、嬉しい、星ありがとう。ちょっと待ってね、何言ったんだっけ、ポニーテールとシュシュ。意外といる、小学生、12歳ですかね、そんぐらいだと思います。12歳でもチュイチもいるからな。ハイテンション歌ってない、後で歌います。なんか全然再生さ、ちょっと、11歳もいる、すごい、めっちゃ若いな。あ、でも私もそんぐらいの時に1回目受けました。うん、そうだね、私も11歳の時かな、小学生の時に SK 1回受けた。僕も小学生の時アイドルになりたかった。そうなの、みんなやっぱり思うものなのかな。ゆうかたんと同期だったかね、専門とのかねえ、そう、でも全然お話できなかったから受かるどころじゃなかったです、その時は。
ギンガムテック、あの先の未来まで。なんか歌聞き全然最先。言い訳メイビー。似てる夢の中で気になるの、これ歌えないかも言い訳メイビーにしよう。指さが、あ、指さがある先に歌おう。でも先生に中学卒業するまで、え、中学卒業してどうしたの、受けたんですか何か。昨日歌えなかった、悪気は歌っちゃったよ、もう一回歌おうかな。悪気いい、言い訳メイビー、どうだなだってレレレ。うん、5時？でも今日まだまだしてます。 OKL48、 マルキーもう一回、マルキーもう一回歌います。ちょっと待ってね、マルキー、この言い訳メイビーのリズムが思い出す。ゴーゴーイ、しばらく聞いてないと。ヤスさんハロー。とか歌えるかな。ひどい話だよ、中学校、中学卒業したら高校でグラビー部に無理やり入れられてアイドルする暇がなくなった残念に。今アイドルすればいいじゃないですか今アイドルしましょうメイビー、メ、これ歌えるかな。メイビーメイビー、好きなのかもしれない、青い空には雲は一つもない。無理かもこれ、歌えないです多分、すいませんちょっととりあえずワルキー歌おう。今日ね2回目なんですけどね、ワルキー、俺も歌いだしよ。ミルキー歌、ワルキー歌います。筋肉を触らせてよ、どんな感じなのか興味があるのよ、男の子って不思議だね今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった、だからちょっと頭を絞ってハートをつってみた、甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするの、ワルキーコロキー、筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じなのか
ワクワクしてるわ、ジョアニトキンってセクシーだね、これを持って。コロッキーコロッキー、コロスケに僕のアイドルの夢託します。ありがとうございます。タッパのアキラさんのアイドルがアイドルなる、聞いたことあるんだけど、聞くだけで歌ってない Maybe Maybe Go Go イビサイビサ Go 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 イビサ。コロキーと可愛いの極みちゃん、本当ですか、嬉しいよ、ミミちゃん可愛いよねえ、一番綺麗なお席あげる、トゥ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 、イメさん、ゴーゴーイメさん。パレオエメラルド来た、あ、歌います。パレオエメラルド最初に歌おう。STU の歌？例えば？なんか結構 STU 好きな人が来てくれる、くれるから。深い海の底に珍しい魚を見つけたみたいに、この胸の片隅、初めてのときめき感じたんだ。太陽は教えてくれる、情熱の季節を。パレオはエメラルド、腰に巻いた夏、海の色を映してる。パレオはエメラルド、潮風の中で大人になった少女よ。昨日までとどこか違うね、僕は君に恋をしてしまった。ハートありがとうございます。鈴ハートさん初見です。モザモ…え、モザってますか今。モザってる、モザってるかな。真夏には恋をしよう。え、モザってますか。モザってる、モザってるの。パレオはエメラルド、潮風の中で大人になった少女。
女よ怪獣で、もざってるの画質悪くなってますか、ちょいもざりな、なんでや、うん、やですね、ありがとうございます、泣きまえー、こっちが泣きます、鈴畑さんなんでなんでハゲモザハゲモザハゲモザなんでハゲモザ激しくモザい、そうか、それは悲しいですね、うーん、ちょっとだけタンタンタタタタタタタ、激モザー激モザー、バッファロー頑張れ、ほんとバッファロー頑張ってほしい、ゴーゴーイミさんイミさん、真夏日は恋をしよう、こんなに暑いと他にあることもないだろう、思い切りキスをしよう、ちょっとだけ切れば治りそうだけど、切らなくても止まった時に一回治っ、どうやったかわかんない、なんかしたかな、自然に治ったんじゃないですかね、停止しとくと治るとかあるかな、ゴーゴーイメさん、ゴーゴー、治んないかな、初見ですごく可愛いですね、りなこちゃんさんありがとうございます、嬉しい、部屋移動したら、今ね、さっきの部屋ママの部屋なんだけど、ママ今いるんですよね、こんばんは、通りすがりのものです、お星様集めをしてます、失礼します、うーん、行っちゃうのかそろそろ Wi-Fi が疲れた、美人じゃないよ、モザリナでも可愛いコロタン嬉しい、ほんとモザリナか、夏日はよ、ギンギン丸丸丸丸丸、ママが聞いたら怒る、 Wi-Fi が届きにくそうなんですよね、多分、なんでやねん、なんでだろう、お、これが噂？本当？ドバイって噂なのかな？最初ドバイって言ったのインパクトが強かったのかな？こんにちは。イヤスさん、こんにちは。仕事行ってきます。バイコロマル、バイコロマル、ありがとうございました。来てくれて。初見です。大ちゃんさん、おー、初見さん、ありがとうございます。よければルームフォローしてってください。続けるなら、一度切ってつなげてみれば、そうですね、じゃあ一度配信を切る、でも切っても直んない気がするんですけど、ほんと、じゃあ一回ね切りますね、バイコロ丸すぐ1分後ぐらいに始めます、これはフォローし、ありがとうございます。
バイコロマル。バイバイ。すぐ始めます。